皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドをやっていきましょう。10月9日金曜日夕方の6時55分からのアニメポケットモンスターリアルタイムで見た方たくさんいらっしゃると思います。今回のアニポケ内でサトピカ新王キャップのサトシのピカチュウの合言葉の発表がありました。今回は新王キャップのサトシのピカチュウを受け取っていきたいと思います。私の住んでる地域だとリアルタイムで見ることができないので視聴者の方に教えていただきました。ありがとうございます。受け取った方もいると思うんですが、まだ受け取ってないなっていう方はぜひ受け取りましょう。ではまずは不思議な贈り物の合言葉、今回の新王キャップサトシのピカチュウの合言葉はこちらです。皆さん共通で受け取りができる合言葉になるので、ぜひまだ受け取ってない方は受け取りましょう。受け取りの期限は11月の30日月曜日の夜11時59分までになってます。23時59分までなので11月中に受け取りが必要になります。で、今回の合言葉なんですが、今までサトシのピカチュウの合言葉って合言葉自体に意味があるものだったんですけど、今回のボルタックルピカはピカチュウの技ボルテッカーを英語にするとボルタックルって言うんですよ、実は。なのでそこから来てる合言葉になります。日本語だとボルテッカーピカチュウの意味合いかなと思います。はい、私も入れ終わったのでこれで受け取りをしようと思います。今回の新王キャップで4匹目のサトシのピカチュウになりますね。で、帽子ピカチュウすべてを揃えるには10月の30日のアニメポケットモンスターの放送を見るまで揃わないことにはなるんですけど、またね、動画の中でご紹介していくので、今後も見ていただけると嬉しいです。今まで私は3匹受け取っていて、今回の新王キャップで4匹目になるんですけど、今までの3匹も動画内でご紹介しているので、まだ受け取ってないなっていう方はぜひそちらも受け取ってみてください。いやー、今回の新王キャップで4匹目ですね。最初オリジナルキャップ、そして君に決めたピカチュウの君に決めたキャップと、あとは宝円地方の宝円キャップ受け取って、今回新王キャップ、いや、まだ残りありますけど、全部揃った時は6匹しか手持ちに入れられないのでね、6匹ずつキャンプやってみようと思います。とりあえずね、受け取ったピカチュウ見ていこうと思います。個体値はみんな違っていて、サトシのピカチュウになってます。で、同じところで言うとリボン、クラシックリボンをみんな持ってるはずです。そして性格とかも固定で、性格は頑張り屋になってます。一番下の、今回私打たれ強いなんですけど、ここはみんな違うみたいです。で、持ち技も同じになります。10万ボルト電光石火アイアンテールエレキネット持ちです。で、今回のボルテッカーは持ってないんですよね。で、特製の静電気も皆さん同じになります。そしてさっきちょっとお話ししなかったんですけど、この ID の部分、2020年の10月23日に冠の雪原リリースになるので、その日に合わせた ID になってます。いや、今回 1V でしたね。かなり嬉しいです。でですね、今まで3匹受け取っていて、今回4匹目のサトシのピカチュウなんですけど、今回は一緒に連れ歩いて遊びに行くんではなくて、サトシのピカチュウ初めてなんですけど、ポケモンキャンプで遊んでみたいと思います。で、今ね、手持ちに結構いろいろ入れてるんですが、他のポケモンに対してのこともね、言ってくれるんじゃないかなと思うんで、ちょっと呼んでみましょう。あ、行かないで、ピカちゃんピカちゃんピカちゃん、あ、来た。これ来るでしょ、きっと。やったね。あ、めっちゃ攻撃されてる。しかも痛そうな音する。めっちゃ攻撃されてるやっぱ可愛いですね。何匹ピカチュウもありだよね。あれ、口開けてる。あ、手じゃないんだ、口なんだ。私手で持ってくるんだと思ってた。
じゃあもう一回投げてみます。ちょっと遠くに。あ、エース番。あ、そうだ、ラビフット技覚えたんですよね。私あのリアルタイムで見れないので YouTube のトークショー4週連続でやってるんですけど、そっちを見ました。金ピカのトークショーのやつをね、見ながらあの過ごしたんですけど、めっちゃ楽しかったですでね、その中でヒバにラビフットエースバーのぬいぐるみプレゼントの話もしてたので、気になる方はね、ぜひそっちも見てみてください。お、周りを気にしてる。いっぱい遊びてる人、もっと聞かせてて。ポケモンのこと言うかな。あ、私が気になる。インテレオンがよくわからないみたい。まずいそこ他はインテレオンだけかな。他のポケモンはフワライドがちょっと怖いみたい。あ、怖いのかな。近寄ってはないんですけどね、フワライドとピカチュウ。あまり興味がないに変わっちゃった。怖くなくなった。退屈、ごめん。あ、怖いんだやっぱり。ピカチュウフワライド苦手。後ろから来てるよ、後ろから来てるよピカチュウ。リーガ、あ、違う方行った。リーガ、フワライドよくわからないみたい。ピカチュウ、他のポケモンに対しては言わないですかね。あ、エースバーン。え、待って、ジュナイパーについて話してほしい。また3年ジュナイパーと一緒だったんで、ジュナイパーについて話してほしいけど言ってくれないですね。じゃあもうちょっと遊びますか。もしかしたらなんか、おーい、で横エースバーン。いや多分ね、アニポケエースバーンもね、エースバーンじゃないな、ラビフットで活躍してたらっぽいんですよ。見るの楽しみなんですけど、サンダーも出てる回で見たかったんだけど、リアルタイムではないけど、多分ねそれっぽかったんで楽しみだったんですけど、あの、いい感じなのかもしれない。エースバーンとピカチュウ、まあ、かなり体格差ありますね。こんなに違うんだね。ピカチュウ腰ぐらいなんですね、エースバーンの。ピカチュウ、いや、かなり可愛い。これは可愛い。なんでもっと早くキャンプに連れてこなかったんでしょう。この2匹一緒なのもいいですね。はい、ということでここからはあのキャンプ、すいません、私一人で楽しんでしまったんですけど、ここからはサトシのピカチュウサトピカゲットキャンペーンについてお話ししていこうかなと思います。今回の新王キャップテレビアニメポケットモンスターの番組内で10月の9日金曜日に発表になりました。この後あと4匹発表になります。で、次回は1週間後、10月16日金曜日の夕方6時55分からのテレビアニメポケットモンスターの番組内で一種キャップのピカチュウの発表があります。で、その後は18日に朝8時から放送のポケモンのうち集まるで発表があるカロスキャップ、そして23日金曜日のアニメポケットモンスターの番組内で発表があるアローラキャップ、そして10月30日金曜日はテレビアニメポケットモンスターの番組内で今現在サトシが被ってるワールドキャップのピカチュウの発表があります。アローラキャップの10月23日金曜日はもうすでに冠の雪原が配信になってる日なので、そっちをね遊んでる方も多いかなと思うんですけど、全てですね動画でご紹介するつもりなので、確認をね、私の動画でもあのリアルタイムでも確認していただければと思います。受け取りは全て共通で11月30日月曜日の夜23時59分までになりますので、合言葉有効期限があるものなので早めに受け取りましょう。まあ、個人的にはサトシのピカチュウ、サトシが親になってるピカチュウとしては初めてなのでめちゃくちゃ嬉しいです。以前ウルトラサンムーンの時には海外名の主人公のアッシュの名前が親にあったので、サトシの名前で受け取れるのはね本当に嬉しい嬉しいですね。ワールドキャップもね今回初めての配布になるからそれも楽しみですし、
冠の雪原もね、今後すぐ配信になってくるので、それまでの間に鎧島も楽しんでいこうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!